さあ、小笠原慎之介です。5年ぶり2回目の開幕投手、好調ぶりを見せました。インコースに顔を残しました。あ、ここは大きな変化、大きな変化でしたね。カーブのキレがいいんだと思いますよ、種の方は。この落差です、はい、去年からこの2桁勝ったっていうこのカーブのコントロールがですね、もう真ん中の低めに来るんですよね。あ、なるほど。まだバッターには止まらないんですよね。球審の視点からのこのカメラの映像でもよくその曲がりが、はい、シーズンの全体の第1号ホームランも打ちました丸です。ビーディーも1点取られましたけれども、はい、小笠原も今年これが開幕最初のマウンド、はい、まあ力も入るところでしょうね。ショートはややセカンドキャンパスより、これもレフト方向伸びていって、どうだ、フェンス近いところまで下がった大島取りました。あ、ユリボーイさん、どうだ、レフトへ伸びて伸びて、フェンスの前、岡本あと一歩及ばず。僕はこのブリンソン、はい、18年に30本30盗塁という結果も残しています。ボールゾーンがどれだけ止まるかだと思うんですけども。なるほど、はい、あ、ただここは高めの力のあるボールにバットが回りました。右方向、打球は上がってアキーノ落下点に入ったからいいわ、取りました。ここは小笠原しのいだ、ガッツポーズも出ました。岡本ライトフライ、3回終了、2対0ドラゴンズリードです。打ってますよね。そうですね、はい、ある意味決して会心の当たりではないでしょうけど、最初の1点を取りましたジャイアンツです。坂本、つながっていきたい坂本の打席です。アウトコース、ここは坂本バットが出ませんでした。見逃しましたよね。気持ちの切り替えという部分ですかね、はい、投げるべき2018年にはマーリンズで30本30盗塁の期待が持たれていたという、はい、あ、ここで空振り三振2者連続です。あ、3球続けてチェンジアップできました。どうでしょう、まだ3アウトを取っているわけではないんですけれども、1点取られた後のこの2者連続三振、小笠原にとってはこの5回が1つリードを守った上での勝ち投手の権利のかかるイニングになります。ここはピッチャー取った、さあダブルプレーを取れるかどうか、取りました。ここはしっかり守った小笠原の見事なフィールディングがありました。小笠原90球目になります。まだ許したヒットは2本のみ、そのうちの1本がホームランでした、はい、引っ張ったセカンドです。ルーキー福永から一塁に送られてワンアウト、同点の1本が出るかどうか。あ、強振、岡本にはストレートもありましたけれども、うん、そうですね、あのこのクラスのバッターは勝てることなく、右方向、この打球はどうだ、うーん、ワーキーの追いつきました。まあ、岡本らしい100球以上投げた試合ない、1週間前はそうですよね、6回まで投げましたけれども、はい、球数、はい、まだ来日最初のヒットはバットが、ね、先だったでしょうか、センター方向岡林、先頭バッターブリンソン、センターフライワンアウト。引っ張ってサードへの強い当たりになりましたが、サードゴロ、ジャイアンツとしての第1打席はサードゴロ、小笠原が7回までを1点に抑えています。見事にこの5年ぶりの開幕のマウンドを任されている小笠原慎之介、7回1点という内容、非常にナイスピッチングです。粘り強くないですしね、はい、超える投球です。それとは1回分が違うと思うんですよ ね、 でしょうね、はい、最近は聞けませんからね、最近もめっきり聞かないと、2000年を超えてあたりがね、そうですよね、はい、見逃し三振、応えるか小笠原、完全によくボールと思ってると思うんですよね、そこからよく曲がってますもんね、上から、ここは打ち上げてショートの溝脇が出てきました。ツーアウトでランナー一塁、この8年目25歳小笠原慎之介に預けました。
アウトコース。ああ、この変化球、それを打ち砕くか中田。わあ、ここもカットしますがどうだ。ファーストビシエド追いかけてエキサイトシート。右方向は切れていきそうです。右方向打ち返してフェアです、フェアです。さあまずランナー1人帰ってくる。そしてまたまた2人目もホームに帰ってきました。小笠原打たれた。いや見事でしたね今ね。いや中田が見事にライト線、2人のランナーが全て帰ってきました。ジャイアンツ逆転3対2。ただ辰徳監督はこの小笠原に託しました、はい、任せました。145球を投じました小笠原慎之介。小笠原も慣れてるピッチングですよね。はい、はい、小笠原の表情が泣いているようにも見えます。打たれた小笠原もあっぱれ。甘くないです、ちょっと甘いぐらいですからね。一瞬でも高かった分だけあえて押し込まれちゃうと飛んでいくってことです。自らのピッチングを振り返りながら、その一方で救ってくれたチームメイト、そこへの思いが溢れているかもしれません。さあドラゴンズ9回鮮やかな逆転劇、6対3で今年の開幕戦を取りました。小笠原145球、今勝利が確定してこの表情です。